長木亮太です、この度湘南ベルマーレに移籍することになりました。鹿島アントラーズには2016年から2021年まで、6年間所属しました。移籍を決めた理由としては、ここ2年間なかなか出場機会がない中で、自分の中でもがき苦しんでいた時期があって、その中で自分のコンディションだったり、まだまだこうできるという中で試合になかなか出れない悔しさだったりもどかしさだったりっていうところがたくさんある中で、より出場機会を、が得られるであろう湘南ベルマーレというチームに移籍したいなという気持ちが強くなったので、来年からそういう決断をしました。鹿島では、2016年にタイトル2つ、2018年に ACL 1つ取れて、合計3つのタイトルを取ることができました。それはやっぱりタイトルを取るためにこのチームに来た僕としては本当に嬉しくて、その中で、たくさんいいメンバーとできた経験というのはすごく自分の中では、財産になってますし、これからのサッカー人生の中でも必ず、役に立つことがたくさん経験ができ、また鹿島のコーチングスタッフだったり、フロントスタッフの皆さんとも、たくさんのこう勝利に対する執着心だったりっていうところは、どのクラブにも負けない、ものを感じましたし、このチームで学んだその勝利への執着心というところを次の湘南ベルマーレでも、みんなに伝えていけたらいいかなと思います。それからやっぱりサポーターの皆さんが、いつも、どんな時も、応援してもらって、厳しい声もたくさんありましたけど、それがやっぱり鹿島だと思いますし、タイトルが取れない年は、本当に、選手ももちろん、サポーターの皆さんは本当にいつも悔しい顔をしていましたし、やっぱりタイトルを取ってこその鹿島だなっていうのを毎年実感しました。ホームでは、あの雰囲気の中で、自分も試合に出てサポーターの皆さんと一緒に、戦えたことは、これからもしっかり、胸に刻んでいい思い出として、サッカー人生を送りたいと思ってます。来年からは敵同士になりますけれども、また J1 のチームなので、戦いもできますし、また鹿島の地で、プレーもできると思うので、その時にはしっかり、いいプレーを見せて元気な姿をサポーターの皆さんにも見てもらえるように、頑張っていきたいと思います。本当に6年間ありがとうございました。